はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でございますけども、もう酔っ払っております、僕ちんは。いやー、にしても今日、あったかいっていうか、最近あったかいね。現在4月の7日なんですけど、さすが4月といったところなんでしょうか。東京は非常にあったかいです。夜、今夜中の2時15分なんですが、窓全開にしても全然寒くない。非常に快適でございます。もうこれぐらい、この時期ぐらい、むしろもうあれですね。布団？冬に、毛布と掛け布団だったんですけど、掛け布団はもういらないですね。関係ない話をします。今回はチューハイです。今回もチューハイです。俺の大好きな、シリーズ、チューハイシリーズ、宝缶チューハイシリーズの自家絞りですね。この自家絞り俺大好きなんですよ。の、静岡産の、三日日みかん限定出荷。やっぱ宝はね、やっぱね、安定してるね。で、なおかつこの缶チューハイシリーズなんだけど、こう安く100円で買えるって。1本100円で買える自家絞りシリーズ。ただ売ってる店が少ないのが難点です。アルコール度数が 5% で果汁が 1%。原材料がみかん果汁とみかんピューレと、焼酎と糖類と酸味料と香料とカロチン色素。あ、色素使ってんだね。日本各地の、果実を厳選した自家絞り、日本の農園からシリーズ。静岡産三日日みかんの、果肉を丸ごと絞ったストレートコンダク果汁を使用。本当にこの自家絞りシリーズめちゃくちゃ好きなんですよ。チューハイの中で一番好きかもしれん。この、いや、一番好きっていうのもあれなんだけど、値段が安くてなおかつうまいってなると、これになるんだよ。安定のこのさ、確かに缶チューハイのレモンとか、だと、値段180円ぐらいするけど、やっぱうまいじゃん。それはわかるんだけど。でも、これ100円で買えて、その 1.8 倍出すかっていう。で、うまさ 1.8 倍あるかっていうと、いや、ないんじゃねって、いう話になるんですよね。ということで、乾杯。ああ、これよ。ああ、この口の中にいっぱい広がる、この、みかんの香りと、美味しさ。ああ、すごい。うまい。これうまいな。やっぱこのみかんピューレっていうのも入ってるのがすごいよね。原材料の中に。みかんピューレだって。で、焼酎ですよ。これ。やっぱね、他のあれと違う、チューハイと違うのは焼酎使ってるところなんですよね。これ。で、なおかつ、甘味料使ってなくて、糖類を使ってるところ。まあ、俺エネルギー、カロリーは全く気にしない人間なんだ。これすごいね。冗談抜きでものすごいみかんの、なんだ。俺、三日日みかんって食ったことないけど、すごい、普通のみかんとは香りが違う感じがする。っていうか、違うわ。なんだろう、この、みかんの、果皮の香りかな。が、明らかに違うんだよね。ていうか、この風味が、普通の、
みかんに比べて全然違う。うん。うまく言い表せないけど、普通のみかんよか、甘さが少ないんかな。そんな感じがする。わからんけど。俺、みかんってあんまり、最近は食わないけど、みかんってさ、大体甘さってあんま少ないでしょ。そんなないでしょ。オレンジの方が甘さ濃いよね。ああ、でもうまいなー、これ。クオリティ高いな、三日日みかんのグッズ。おぉ、音は出る。わぁ、マジクオリティだけ、これ。三日日みかん、ウィキペディア、見ます。静岡県浜松市、北区。北区の、三日日町の産、温州みかんのことで。収穫は10月中旬から12月中旬で、収穫後11月から3月の出荷時期にまでは貯蔵されている。貯蔵するんだ。マスコットキャラクターとしてミカちゃんがあり、広告なのでミカちゃんマークの三日日みかんというフレーズを使う。歴史、長いんで、省略。省略したら何も残んねえ。味とかないの？おい。歴史、江戸時代中中頃、紀州なんとか地方から三日日町なんとか地区の、山田なんとか閉門が、紀州みかんの内容を持ち帰ったのが始まり、その後、天保年間、過去、1830年から1843年に、三日日町閉山地区の、加藤健平、健平が、身の大きい温州みかんを、三河基地、両地方から導入し、紀州みかんに代わり、温州みかんが栽培されるようになった。明治時代に入ると、温州みかんがみかん園としてまとめて植えられるようになった。1920年、過去大正9年に、専任技術員として、中川翔太郎が、赴任し、防風林として、なんとかの木を利用すること、こもがけ、消毒、剪定などの、技術を指導した。こうして三日日地方にみかん栽培が普及し定着した。第二次世界大戦後は、固有地の払い下げを受けるなどして、第一次と第二次の二度開発計画により、新しいみかん園が拡大、造成された。その他、排水口などの、基盤整備や、共同、販売体制の構築なども実施された。2002年の統計では、栽培面積1550ヘクタール、生産高45,500トン、産出額80億円であった。西平純は三日日
町がみかんの産地として確立した要因にと、ついて、以下の5点を指摘している。1、高品質で市場価値が高い。2、三ヶ日ブランドが確立している。3、貯蔵みかんである。4、共戦、共犯体制が厳格である。5、樹齢が県内では最も若い。うん、でも、貯蔵みかんって珍しいよね。収穫後11月から3月までの出荷時期までは貯蔵されているって結構珍しいと思う。三ヶ日みかんなんて思う。食ったことないわ。うまいんかな。まあでもこれ限定出荷だからな。まあ明らかにうまいっていうのはわかるんだけど、このチューハイ飲んだ限りだと明らかにうめえなってわかる。これはうまいっすね。すごい、あの香りのクオリティが普通のみかんとは明らかに、みかんチューハイとは全然違うな。全然違うな、本当に。なんだこの。なんだこの感じは。なんだこの、クオリティの高さは。2017年。あれ、これもう終わったんかな。あれ？あ、もう書いてねえわ。もうこのあれか。限定出荷のやつもう終わったんかな。あれおかしいな。もう終わったの。あれ、これいつ買ったんだっけな。これに賞味期限が2017年の11月って書いてあるから。わからん。もう終わっちゃったんかな。あのホームページにはもう書いてないですね。三ヶ日みかんでグーります。2016年の11月の29日。これ俺いつ買ったんだよこれ。結構俺買っ、ニューリリース。数量限定発売。12月13日から数量限定で発売しますって書いてある。ああ、それは終わってるよ。12月13日にこれ発売したやつっぽいです。俺結構、本当にあれなんだよな。本当にマジで、残ってるから。ああ、でもこれうめえな。うめえなあこれマジで。これうめえなマジで。これマジでみかんのあれやーべえぞこれ。クオリティ高すぎるだろ。これうますぎるよ、ちょっと。マジで。そこら辺のさ、普通さ、みかんじゃなくてオレンジなんだよね。普通、チューハイでいくとオレンジなんだけど、あえてこのみかんっていう。で、みかんチューハイって、普通のオレンジのやつと何が違うかって、あんまわかんないんだよね。普通は。でも明らかに違う。これ全然違うわ。これ本当に全然違う。
いや、珍しくこれは、チューハイで、自家搾りシリーズ結構飲んでるけど、普通にうまいシリーズですね。いや、これはなかなか、うまいぞ、これは。いや、これはうまい。みかん好きな人は本当に、まあ、俺は自家搾りシリーズ好きなんだけど、その自家搾りシリーズってなんで好きかっていうと、だから何度も言ってんだけど、甘味料使ってない上に、これ重要なんだけど、甘味料使ってなきゃ何でもいいっていう話じゃないです。糖類を使ってることなんですよね。チューハイって糖類使ってなければ、ぶっちゃけただの、じゃあ例えばさ、これ説明させてもらうと、じゃあ、糖類入ってませんでした。ってなると、甘味料も糖類も不使用ってチューハイあるとするじゃん。で、さらに、まあ、定番の定番でレモン味だとするでしょ。ね。じゃあ、そんなの、あなた買いますかって話。これなんでかっていうと、糖類も甘味料も使ってなくてレモン味だったら、もう俺ここに冷蔵庫にあるんだけど、100% レモン果汁が安く買えるじゃないですか。で、それを、ここに入れて、コップに入れて、ちょこっと入れて、で、焼酎、こちら、僕ちの大好きな、4リッターの焼酎をピュピュっと加えて、ね。で、あと、100円で 500cc とかの、俺が、まあ、よく持ってるんだけど、もう、炭酸をビャーって加えて、出来上がりなんですよ。もうそれで終わりなんですよ。それで出来上がるから。で、多分味も謙遜ないんですよ。何が違うか、糖類使ってるか使ってないか、によるんですよ。糖類使ってるって、じゃあ、糖類使ってるやつを、じゃああなた、わざわざこうやって、ここにさ、そこのさっき作ったやつに、ガムシロップピャーって入れる？じゃあガムシロップ入れやんま出来上がるんだけどさ。俺ガムシロップは持ってないんだよ。やっぱそこそこのこの甘さがねえと、人間って、こう、例えば、ただの水とアクエリアス、どっちが飲みやすいですか？まあ、アクエリアスじゃなくても、ポカリでもいいわ。ポカリ。どっちが2リッターを一気飲みするとして、水を一気飲みするか、アクエリアス一気飲みするか、どっちがいいか。ってなると、明らかにアクエリアス一気飲みの方が、全然楽なんですよ。それはなぜか。人間の舌が、無味無臭のものは、飲みたいっていうか、うまいと感じないからですね。やっぱり、そこそこの甘みっていうのはいるんですよ。でも、俺は甘味料が嫌いだからね。糖類なだけで。まあ、多分一般の人、普通の人は多分甘味料でも全然いけると思うんです。まあ、こんだけね、市場に甘味料が普及してれば、ね。ただ、俺は甘味料が全然ダメなだけで。全然ダメなだけでね。
うんま、これ。うまい。自家搾りシリーズ、最高レベルかもしれん。これは。このうまさ。うまい。アルコール度数 5% っていうのも、うなずけるね。この微妙なこの 5% ライン。このぴったんこのレベル。うん。これはうまいな。もう多分手に入らないけど、みんな、もう諦めてね。多分、アマゾンでしか売ってないと思う。アマゾンぐらいしかこれかも買えないからね。みんな、もう手に入らなかったら、もう来年まで待って、来年も出ない可能性あるけどな。みんな。あ、俺はもう、よかった。めっちゃよかった、これ。これ飲めて割と、あれだわ。本当に幸せです。よかった。この三日目みかん、本当にうまい。もう通年販売にしてもいいぐらいだけど、多分、できないんだろうな。三日目みかんだから。三日目みかんっていうのは、通年販売できない。普通のみかんじゃねえから。っていうね。4455です。ご視聴ありがとうございました。みんな飲んでね。